俺の名前は牧野修、中学3年生。俺、高校行かずに働こうかなって。ダメだ、金のことなら心配ないから高校くらいは出なさい。別に不幸自慢じゃないけど、うちは昔からとんでもなく貧乏だった。小さい頃から欲しいものを買ってもらったことは一度もない。ねえ、僕も学習机が欲しいよ。高いな。ダメよ、うちは貧乏なんだから。服やおもちゃはもちろん、お菓子なんかも買ってもらったことがない。うちは親戚付き合いもなく、俺には兄弟もいないため。いつもすみません。いいのよ、もう使い道もないし。学校の制服もランドセルも笛も教科書も、何から何まで近所の人からお下がりをもらっていた。物心ついた時からこんな感じだったから、俺にとっては別にそれが普通で。上靴もぴったりじゃないか。これで入学準備はバッチリだな。うん、別に親に対して不満を抱いたこともなかった。でもそんなある日、小学校に入学して間もなく、俺は初めて欲しかったものを手に入れた。ほら見てみろヒデ、すごいだろう。わー、まだ木材の香りがするピカピカの学習机だ。それはお金持ちの子の家にあるような高価そうな机で。父ちゃん、これどうしたの？お下がりでもらったんだよ。初めて新品同然のアイテムを手に入れ、俺はもう嬉しくてたまらなかった。学習机が気に入った俺は、暇さえあれば机に向かうようになった。あいつえらく喜んでるな。いつもボロばっかりだったからね。でもそれから1週間ほど経ったある日、恐ろしいことが起こる。いつものように机で読書をしていると、足にひんやり冷たい何かが当たったのだ。冷た！思わず反射的にそれを蹴飛ばすと、まるで溶けた保冷剤のようなむにゅっとした何かに足先が包まれた。多分ぬいぐるみか何かが足元に落ちているのだろう。なんか柔らかい部分と硬い部分が。俺は本に夢中になりながら、頭の片隅で今蹴ったのは何だろうと考えていた。でもその物体を足先で探っていくと、サラサラとした大量の糸のようなものが当たり。何今の。まるで足で髪の毛に触れているような感触がして、俺は慌てて足を引っ込めた。すると机の下に真っ青な顔をした男の子が座っていた。びっくりしすぎて椅子ごと後ろにひっくり返った。俺が足で触れていたのはこの子の頭部だったのだ。幼いながらもこの子は死んでいると直感で分かった。父ちゃん腰を抜かしていたため、走って逃げることもできず、俺は隣の部屋まで床を張っていった。でも父ちゃんは俺の話を全く信じてくれなかった。だから机の下に男の子の幽霊がいるんだって。寝言は寝て言えっつーんだ。それにうちには机を買い替えるお金なんてない。それ以来、冷たいものが足に触れても絶対に机の下を覗かないようにしていたが、ある日ふと疑問が浮かんだ。この机って誰のお下がりなんだろう。俺はどうしても元の持ち主が気になり、母に聞いてみることにした。すると母は困ったような顔をして口を開き、歩くんって覚えてない？そういえば昔いた気がするけど、引っ越したんだっけ。俺は同じ幼稚園に歩くんという男の子がいたことをなんとなく思い出した。そして衝撃の事実が判明する。当時まだ幼稚園児だった俺は何も知らなかったが、歩、しっかりして。歩くんは小学校の入学式の数日前、近くの川へ転落し溺れて亡くなってしまったらしい。小学生になるのが楽しみで、歩くんは入学前からすでに勉強を始めていたという。そうだったんだ、全然知らなかった。母さんも言うべきかどうか迷ったんだけど。それを知った時、俺の中で気持ちが変化した。それ以来、俺は歩くんが一緒に勉強に付き合ってくれていると考えるようになり、俺歩くんの分まで頑張って勉強するからね。怖いという感情はなくなり、勉強もはかどるようになって成績も良くなった。こうして中学に進学すると、また欲しくてたまらないものができた。父ちゃん、バットとグローブが欲しいんだけど。野球か。お金がないのは分かっていたけれど、どうしても野球部に入りたかったのだ。それから数ヶ月後、父ちゃんが突然お下がりのバットとグローブを持って帰宅し、ほらこれで野球部に入れるだろう。父ちゃんありがとう。俺は他のみんなよりもかなり遅れて野球部に入部した。すると超初心者だったにもかかわらず、俺はすぐに野球の才能を開花させ。そうだいいぞ。なんかあいつのフォーム、鉄郎を思い出すよな。いきなりピッチャーに抜擢された。でもある日、再び衝撃の事実が判明する。あれ、それって鉄郎のグローブじゃん。本当だ、 TK って書いてる。俺が持っていたグローブは最近亡くなった元野球部の鉄郎くんのものだったのだ。全く面識がなかったけれど、彼はピッチャーでうちのエースだったらしく、事故で死んだ部員ってその鉄郎なんだよ。そうだったんだ。野球部の子が部活帰りに川へ転落し溺死したというニュースは俺も知っていた。
若くして亡くなったエースの鉄郎くんのためにも俺は野球を頑張ろうと決意したが、おかしいな、前にもこんなことがあった気が。それと同時にデジャブのような奇妙な感覚に襲われた。そう、歩夢くんの学習机の時と全く同じなのだ。二人とも死んだ場所も死因も同じだなんて共通点が多すぎる。しかもその二人の形見をお下がりとして譲り受けるなんて、これはただの偶然なのだろうか。いくら考えても答えは出ず、俺はひたすら野球に打ち込んでエースの座を獲得した。俺もゲーム欲しいな。野球部で持ってないの俺だけだし。テレビゲームか。そして今度は流行りのゲーム機が欲しいと願ってしまった。すると2週間後、父が中古のゲーム機を持って帰ってきた。ほら、お下がりだけど十分だろう。すげー、父ちゃんありがとう。でもその嬉しさと興奮は1日経つと消え去った。次の日の新聞に近所の中学生がまたあの川へ転落し溺死したというニュースが載っていたのだ。あのゲームって誰のお下がりなんだろう。鉄郎くんのグローブの時と全く同じ猛烈な違和感に襲われた。父はこのゲーム機を一体どこの誰からどうやって手に入れたのか。どうした、ゲームしないのか。まだ宿題残ってるから。元の持ち主が誰なのか気になって仕方ないが、怖くてそれは聞けなかった。でも頭の片隅で俺は本当のことに気づいていたのかもしれない。ちょっと、昨日の夜もまたゲームつけっぱなしだったわよ。俺ゲームなんてつけてないけど。多分このゲーム機の持ち主は新聞に載っていたあの中学生だろう。深夜になるとゲームが勝手についていることが続いて、それは確信へと変わっていった。そしてその日の夜も勉強机に向かうと、また足先にひんやり冷たいものが触れた。今まで歩夢くんはそばで俺を応援してくれていると勝手に思っていたけれど。ん？なんだ、人の顔をじーっと見て。いや、なんでもない。俺はただ自分にとって都合の良い解釈をしていただけかもしれない。歩夢くんはきっと俺に何か伝えたいことがあって、今も成仏できずに机の下に隠れているのだ。俺は一体どうすればいいんだよ。そんな恐ろしい事実に気づいてしまった今、俺はどう生きていけばいいのだろう。